ナ VS キンバリーノバス。154cm、50.3kg、ノクシーコンバットストローク王者、ブラジル CM システム、キンバリーノバース。2010、2012、2014王者、 SB 世界女子フライ級王者、シーザーズ、ここでアップアップガールズかっこ仮の皆様より花束が贈られます。2016メインイベントということになります。レイナ対キンバリーノバスの一戦、まあ、大江さん、はい、この男女の混合の大会の中でメインイベントを飾るのはこのレイナということになったわけなんですが、まあ、これは本当にあの決勝戦を差し置いてこれメインイベントですからね。いやもう日本の格闘技界の歴史で初じゃないですか。そうですよね、すごいことですよ。まあ、この本当にあのレイナ選手なんですが、今本当バラエティにも出てますし、一般の人がみんな知ってる選手なんですよね。そうですね、はい、まあまあ、山本美優戦でも本当にあのテレビを見ていた方がたくさんいましたから、まあ、名前は本当に知られています。そんなプレッシャーの中ですね、キンバリーノバスを迎え撃つというレイナですが、落ち着いてるな。やっぱりね、ライジンの経験って大きいんですね。もうね、立ち方から組んでからのその余裕、はい、もうこれがもうあのこっからモニターでも見て取れますね。いや分かりますよね、うん、余裕があります。まあ、あのキンバリーノバスなんですが、あのちょっとパワーもかなりある選手だなという印象があったんですけど、それを全く寄せ付けないというようなレーナーの一戦になります。これなかなか例えばジム、ね、練習の時のスパーリングだとか、そういう中でもこういうね、あの落ち着いた、はい、こういう動きというのは難しいんですけど、はい、ただね、このプロのこの四角いリングで戦う選手が何が一番大事かというと、練習の時とどれだけ近いその精神状態、はい、ここで戦えるかっていうところですよね。それがね、このレーナは限りなく練習と普段と変わらないんじゃないかな。もう本当に平常心でこの試合に臨めますよね、うん、それはやっぱりそのあのライジンというね、はい、ああいうとてつもない大きな世界で、相当なプレッシャーの中で強い対戦相手と戦って、そして結果を出してきた、まあ、今日凱旋試合になるわけですよね、はい、ね、そしてまたその凱旋試合がシュートボクシングのメインイベントと、男子も含めたんですよ。そうですよね、S カップの決勝の上ですよ。うん、アンディ・サワーの上ですよ。そうなんですよね。その2
通だったらこれ潰れますよね。いやプレッシャーでね、はい。だから彼女がここのところ重ねてきた経験、そして結果、はい、うん、これがすごく今この試合を見てね、はい、取れるんですよね。まあ、なんていうんですかね、この風格というんでしょうかね、リーグに入ってきた瞬間にですね、あ、これはレナ強いなというのがもうすぐ分かります。そうですね、まあ、今日はもう投げに行ってバックドロップも決めてやるなど、まあね、コメントもありましたけど、はい、何かこのシュートボクシングらしさというのをですね、彼女はこの大会で見せたいと、そうですね、いうことを語っていましたが、あ、左、うん、バカンドロー。いや、キンバリーノバスもちょっとこのプレッシャーというんでしょうかね、このオーラに押されている感じもしないでもありません。いや、何かこうちょっと体型というんですかね、まあ、体重は同じなんですけど体型もちょっと違うような感じというんでしょうかね、そういう風に感じられます。いや、第1ラウンドはレーナのなんていうんですかね、この強さ、オーラというのを感じられるラウンドでした。いい顔をしているんですよね、まあ、キンバリーノーバスなんですが、これまで MMA などで活躍してきてですね、まあ、ムエタイの女子のトーナメントでも優勝しているということで、まあ、実力は本当にあるんですよね、はい、この選手、まあ、そのキンバリーノーバスが相手ということで、レナーはもう強敵を迎え撃っているんですが、でもね、この強敵なはずですけど、はい、完全に飲まれちゃってますよね。いや、そんな感じしますよね、本当に。さあ、この試合は3分3ラウンドで行われます。第2ラウンドが始まりました。さあ、レーナ、ここからが勝負どころです。膝を入れていきます、キンバリー。いや、キンバリーもその今組なんか膝の打ち方なんか見ても悪い選手じゃないと思いますよね。そうですね、はい、いいところが全然見えてこないですよ。なんかそれを封じているのがレイナのような感じがするんですよね。そうです、いや、もちろんそうですね、はい、お、右から左、うん、ハイキック、ここで投げてくる、これは完全ではありませんでした。やはりレーナは先ほどから投げを打ってますんで、この辺りのポイントも狙っているというところでしょう。そうですね、はい、まあ、本当にね、ライジンの戦いの中でもしっかり、その試合終わればシュートボクシングのプロモーションをね、そうなんですよね、リングの上でマイクでやったりするような選手ですから、はい、ここはやっぱりそのシュートボクシングのメインの試合としてシュートボクシングを見せたいんですよね、MMA でもなくキックボクシングでもなくね、そうですね、ムエタイでもなく、これぞまさしくシュートボクシングという戦い方をしたいんでしょうね。だから投げてくるんでしょうね、あとはキャッチでも持っていけばね、はい、シュートボクシングすべては揃いますよね。まあ、これでね、本当に東京に出てきて一肌上げるというんでしょうかね。まあ、レーナ本当にこの世間でも知られるような選手になりました。いや、これは女子格闘技界の本当になんていうんですかね、他の女子の選手というか憧れの存在になりますし、これから格闘技界に入りたいという女子の憧れにも本当になってますよね、この選手。それなんですよ、それが、そういう対象がね、はい、これ男女含めてなかなか少ないじゃないですか。そうですね、今、はい、この格闘技界に、そこをね、まずその男女というその性別を超えてね、今レーナがそこの位置にね立とうとしてるんですよね。そうですね、もうスターの階段を登っているというような、本当にそういうイメージがある選手です。そうですね、はい、ですので今日の S カップどうしても負けるわけにはいかない、このメインイベントレーナです。ただまあ、ね、この辺で、ね、求められるのは、はい、どんな相手に対してもうその結果を求められるわけですよね。そうですね、いや、その勝ち負けでなく、まあ、勝つのは当たり前として見られてしまうし、はい、要するに勝ち方ですよね、内容ですもんね、それがね、
これからのレーナの少しそのプレッシャーになるのかなというね、はい、対戦相手に対してとか大舞台とかそういうことじゃなくて、どんな相手に対しても お客さん、ね、皆さんが納得するような、はい、手に汗握らすような戦いを毎回しなきゃいけないということがね、これがなかなか負担というかプレッシャーになってくるのかなと。かといって毎回ね、はい、世界の強豪ばかりと戦って体も、ね、選手的にも肉体も消耗していく。だからそのやっぱり選手っていうのは長く続けるのこの格闘技難しいですよね。そうですよね、うん、その今その気持ちがね、はい、今レーナの特徴としては追い詰められた時は本人も言ってましたけども、はい、怪我をした時だとかその追い詰められた時に力を発揮するんだというね、はい、まあ、この間の山本美優戦なんか特にそうだったと思うんですよ。だからその結果としてものすごいね、結果が出てきたわけ で、 そ、 うです、ね、それをでもね毎回毎回これからどん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 続けていくっていうのはね、これはまたねこれからレーナのある意味茨の道になってくるのかなと。そうですよね。そうだから選手としてのその旬というのはね、はい、なかなか難しいですよね。本当にね、トップで戦っていくというのはすごいプレッシャーがあるとよく聞きますから。まあ本当に山本美優戦の時もそうですけど、あのプレッシャーというのはもう僕らには分からないようなプレッシャー感じてるんだろうなというのが、そうですね、はい、ありました。さあレーナ、はい、この第3ラウンドです。Sカップ、このメインイベント男女混合の中でメインイベント女子としては初めてです。その中でのプレッシャーを感じながらもこのメインイベント勝利したいレーナです。右、しかしキバリドバスもなかなかこれレーナペースに持っていかせないというような感じですよね。体も強そうですし、はい、多分技術的には全然比べ物にならないですけど、ただまあそうですね、その結局ノックアウトだとかね、ダウンだとかというところにつながらないところの意地は持ってますよね。そうですね、今一瞬顔をしかめた場面もあったんですが、まあ、そこまでレーナは持っていきません。まだ KO というのはありません。さあここでレーナー、さあどうだ、前蹴り一発当てていきたい、そしてナジュにも行きたい、決めにも行きたいレーナです。ちょっとこのキバリーノバスが組むような場面というんでしょうかね、近寄って組んでくるようなところがあるので、その勝ちに行くのじゃなくて、はい、負けない方を選んじゃってるんですよ、やられない方を。だからその、こうなってくるとその勝負じゃないんですよね。そうですよね。この組みついてきて時間が過ぎていくという方を選んでるんです。そうですね、レーナーからするとちょっとこうやきもきする感じでしょうね。まあ、ここねちょっとこういう風にラフになりますよね、ちょっとイラつきが見られるようなところもあります。レーナー何としてもこれはすっきりと勝ちたい、その気持ちがあるでしょう。ボディ効いてますよ、ああボディ効いてる、うーん、しかめ顔をしかめる、キバリ伸ばす、これはキバリ苦しいか。レーナーがここでボディを打っていくんですが、キンバリもそうはさせませんね、倒したいですね。ここでゴング、悔しい顔をするレーナです。いやー、キンバリノバスがもう負けまいというところ、まあ、倒れまいというところでもう体をしっかりとね、そこはね、ファイターとして違うんですよ。だから負けない、倒れないじゃなくて勝ちたいじゃないんですよね。そうなんですよね。でそれをやられちゃうと、はい、いくらレーナでもね、こういうことになるんですよね。いやー、レーナからするとちょっとこれは不完全燃焼な試合なのかなという感じもします。そうだから、ほら判定にしても大差ですし、ね、なんともないんですけども、ジャッジ津山30対28赤コーナーレーナ、なんかこのレーナもちょっとジャッジ北口なんていうんですかね、30対28赤コーナーレーナ、
ジャッジ若林嬉しくはない勝利なのかもしれません。3対0の勝ち、赤コーナーシーザージム、レーナ選手の判定勝ちでございます。いやレーナがこの判定勝利ということになったわけなんですが、レーナからするとちょっとやりにくいところもあったでしょうね。そうですね、まあ、Sカップのメインイベントを任されたというところで、レーナからするとすっきりと勝ちたいという気持ちもあったことでしょう。いやだけどね、これが真剣勝負ですからね、はい、本当に毎回毎回それはね、はい、だけどその中でもやっぱりそのプロとしてね、本当にこの人今注目されていますからね。そうそう、その注目されているレーナ、今ここでもう本当に女子の格闘技といえばレーナと、もう最近本当になりつつありますけどね、はい、勝てばいいっていうね、もう目いっぱいもう弾けるだけだっていう風な責任を中で戦っている選手もいれば、はい、こうやってもいろんなものを考えて、攻撃を締めなきゃいけないところまで全部考えなきゃいけないトップファイターもいるということですよね。いや今日の試合は本当にね、ちょっと惜しかったなというか残念だなというところもあったわけなんですけど、まあ、これからもまだまだこの選手伸びていく選手ですし、うん、皆様本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。いやちょっと変な試合しちゃったんですけど、これだけは言わせてください。夢が叶ったぞー。反省はまだまだいっぱいありますけれども、とりあえず今日この場 S カップでメインをさせていただいたことを本当に嬉しく思ってます。志坂会長本当にありがとうございました。そしてまた一から鍛え直してください。よろしくお願いします。いや7月からちょっと連戦でだいぶしんどいなと思ってるんですけど、12月ライジンがあってポスター真ん中にしちゃもらっちゃったんで、これは出るしかないなと思ってるんで、皆さんちょっともう一発今年頑張ります。応援よろしくお願いします。そしてもし立ち技のルールが加わるのであれば、12月みおちゃんシュートボクシングルールで空いてるんで、ぜひみおちゃんもよろしくお願いします。今日本日だけちょっと待って本日は誠にありがとうございました。あ、ちょっと待ってすぐ忘れる、すぐ忘れる、ごめんなさい、これやらないと終われない。いきます。あ、ごめんなさい、1,2,3 シュートで締めさせてください。いきます、 1,2,3 シュート、ありがとうございました。本当に格闘技界の中心人物になりうる選手たちがたくさん